はい、どうもみなさん、トゥイベース。それで今回ですね、僕の PC デスクツアーを紹介したいと思います。ということで、早速やっていきましょう。全体的に見ると、こんな感じで、黒色の L 字デスクを使っていて、真ん中の方はメインモニターで使っていて、240Hz の A さんのモニターですね。これめちゃめちゃ綺麗に映るんで、マジでおすすめ。で、右側はサブモニターですね。これはデルの 144Hz のモニターですね。これもね、綺麗に映るからおすすめ。真ん中のメインモニターでゲームをプレイして、右側のサブモニターで OBS を開いたり、Discord を開いてますね。で、メインモニターの上には、ロジクールのウェブカメラがありますね。これも本当に綺麗に映っていて、マジでおすすめ。で、手前の方には最近購入したシュアのマイクですね。前使ってたね、コンデンサーマイクが壊れちゃってね。まあ、今回初のダイナミックマイクをね、ちょっと使うんですけど、マジで本当におすすめ。まずこれ見た目めちゃめちゃいいし、音質がね、本当にいいですね。まあ、マイク買うならもう本当にこれ一択でしょってぐらいね、それぐらいおすすめのマイクですね。で、そのマイクを支えているのがこのマイクアームですね。これもね、同じくシュアの製品なんですけど、これもね、本当に頑丈で、好きな角度にね、位置を調整できるんで、めちゃめちゃこれもおすすめですね。まあ、見た目もね、本当にかっこいいんで、このシュアのマイクとね、めちゃめちゃ相性いいですね。で、続いてはこのメインモニターの正面にあるコントローラー。まあ、これはスカフインパクトっていう海外から購入したやつなんですけど、これ背面パドル4つついてて、まあ、スティックがね、結構柔らかいからめちゃめちゃキャラコンとかしやすいですね。で、その右には G703 の無線のマウスを使ってますね。これはメイン PC 用のマウスですね。サイドボタンがね、結構大きめなんで、とても押しやすいですね。で、その斜め右には配信者超おすすめのストリームデックですね。まあ、配信とかしなくても、ディスコードとかね、このボタン一つでミュートとかスピーカーミュートの切り替えがね、できるんで、まあ、これは普通におすすめですね。その下にはアストロのアンプですね。フォートナイトとかだったら、まあ、足音とかね、結構聞こえやすいですね。プレステ4とかの PC 以外にもね、接続できるんで、音質良くしたい方はこのアンプね、本当におすすめですね。で、そのアンプと繋がってるのが、僕実はイヤホンなんですよね。はい、イヤホンでもね、本当に敵のハイドの音とか、めちゃめちゃ聞こえやすいんですよ。頭も当然痛くならないし、本当に耳にね、かけるだけなんで、本当に長時間ね、ずっとつけることもできますね。で、その上の方にあるのが、ヤマハの AD03 オーディオインターフェースですね。まあ、これはね、このシュアのダイナミックマイクをね、買うときに、そのマイクのケーブルが XLR 端子だったんで、まあ、それを挿すために買いましたね。音量調整もすぐにできて、あとはミュートがね、何よりもでかいね。で、その左にあるのが、ミン PC と繋がっている G Pro のキーボードですね。まあ、本当にこのキーボードすごくね、押し心地が良くて、まあ、ロジクールのアプリを使って好きな色に変えれるっていうのがいいですね。で、その左にあるのが、スマホの充電スタンドですね。まあ、この充電スタンドね、スマホだけじゃなくて、Apple 製品の AirPodsポットとかアップルウォッチとかもね同時に充電できるんで、マジでこのスタンドさえあればね本当に充電がめちゃめちゃ楽っすね。で、その左にあるのがゲーミングノートパソコンですね。で、その後ろには HDMI ケーブルで 75Hz の ASUS モニターを置いてますね。ノートパソコンとこの後ろのモニターを2枚を使ってね動画編集をしてますね。で、メイン PC はねこの後紹介するんですけど、なんでこれノートパソコンもあるんだっていうのは、これノートパソコンとメイン PC をね、まあ、2PC 配信する感じで繋がっていて、これ 2PC 配信することによって配信がね重くならないんですよね。なのでこれを利用してノート PC のサブモニターの方で普段配信のコメントをね読んだりしてますね。で、マウスは G403 の有線のマウスですね。で、このノートパソコンの後ろの方に、この 2PC 配信をするためのキャプチャーボードがありますね。で、このメイン PC の方のメインモニターとサブモニターの方には、こんな感じで1つのモニターアームで2つのモニターを支えてますね。まあ、このモニターも本当に力持ちやね。で、後ろの壁の方には案件でいただいたヘッドセットとかね、並んでますね。で、マウスパッドの方はブラックシャークっていう超大型マウスパッドを使ってますね。まあ、マウスの滑り心地もね、結構いい感じですね。で、僕の机は L 字デスクなんで、まあ、左側の方にもね、机があるって感じですね。で、ここにはね、ビレッジバンガードさんとコラボしたアクリルスタンドがね、ありますね。で、その横には C1000 っていうね、ドリンクが置いてありますね。まあ、これ本当に定期購入しちゃうぐらいめちゃめちゃ肌にいいんで、しかもコラーゲンとかもね、入ってるんで、これは本当におすすめですね。で、その L 字デスクの後ろの方でライトがあるんですけど、ボタンを切り替えることによって色とかもね、変えれて、部屋のライトを消してみると、こんな感じでね、まあ、それっぽい雰囲気になりますね。まあ、普段こんな感じではしないけどね。で、机の下にはメイン PC が置いてありますね。これは2年前ぐらいに買ったフロンティアのゲーミングパソコンですね。性能はこんな感じです。で、下にはメイン PC を支えるものが置いてありますね。まあ、これで簡単にメイン PC を移動することもできますね。で、メイン PC の上の方には
3TB の外付けのハードディスクが置いてありますね。で、左端にはゲーミングルーターが置いてありますね。まあ、スマホの Wi-Fi とかもね、これで繋がってて、めちゃめちゃ早いですね。まあ、見た目ごっついけど。で、この黒いものは実はゴミ箱ですね。ゴミ箱とは思えないけど。で、使っている椅子は、ヘキクのゲーミングチェアですね。まあ、これ本当にふかふかでめちゃめちゃおすすめ。まあ、夏とかでもね、通気性あって結構涼しいですね。で、右の方にはラックが置いてあって、コントローラーとかティッシュがね、置いてありますね。まあ、このティッシュね、本当にめちゃめちゃ取りやすくて、まあ、見た目もなんか丸くてね、本当にデザイン面白いですね。で、後ろの方にもコントローラーがあって、まあ、スイッチのコントローラーとか、あとはプレゼ4のコントローラーとかがありますね。下にはヘッドセットとかケーブル類とかがね、置いてあって、一番下の方にはダンベルがね、置いてありますね。で、筋トレといえばこの懸垂器。まあ、背中とかね、あと肩とかね、めちゃめちゃ鍛えるんで、本当にこの懸垂器を買ってよかったですね。まあ、これだけでも本当に自宅ジムだね。で、右の方にはベッドですね。で、その手前側にはトレーニングベンチが置いてありますね。まあ、これも普段筋トレするときに使ってますね。まあ、大体筋トレ週3とか週2とかですね。で、その L 字デスクの左の方には美容品とかがね、いろいろありますね。まあ、化粧水とか美容液とかハンドクリームとか、なんかいろいろあります。で、その左の方にはデバイスの箱たちがね、並んでますね。で、下にはね、本とか漫画とかね、まあ、いろいろありますね。はい、防音材とかもね、あって、まあ、ドアの方にもね、一応防音材があるって感じですね。はい、ということで以上がね、デスク周り紹介でしたということで、この動画が面白いと思った方は、高評価とチャンネル登録お願いします。まあ、普段はね、フォートナイトを中心に動画を上げたりね、配信とかしてるんで、よかったら遊びに来てください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。